あっ、亀太郎です。こんにちは、シャキです。今日は今年孵化した赤ちゃんガメたちの成長の様子をご紹介します。今年は一番最初に孵化した子が8月6日、そして最後に孵化した子が9月14日だったんです。早い子と遅い子では1ヶ月以上の差があったんだね。そうなのよね。だから大きさにかなり差があって、小さい子は食べれなかったりするのよね。そうだよね、かなり成長差が出てきたよね。そうなのよ。だから今年はある工夫をして餌を与えています。というわけで今回の動画では赤ちゃんガメたちの成長の様子とその工夫した餌の与え方をご紹介します。それではスタートです。今年は19匹のキボシイシガメと1匹のフロリダハコガメが孵化しました。そしてこの水槽の中では今年孵化した19匹のキボシイシガメが暮らしています。この動画の時点で最後の子が孵化してから1ヶ月近く経っているので、それなりにたくましくなってきました。これは餌やりの様子です。配合飼料のカメプロスをあげているんですが、なかなか簡単には食べてくれません。しかし根気強くあげていくことでだんだんと食べるようになってきました。すぐに食べてくれる子もいれば、なかなか食べてくれない子もいるからね。そうなのよね。毎年なかなか食べてくれない子がいるので、いつも苦労してるのよね。うん、そういう子は野生だったらダメなんじゃないかって思うことあるけど、せっかくうちで生まれてきてくれたんだから、なんとかしたいって思うよね。そうなのよね。それで今年は亀太郎と一緒に考えて、食べない子たちも食べるようにちょっと工夫してみました。うん、うまくいくかわかんないけど、毎年同じことしてても良くないと思うからさ。そうよね。試行錯誤しながらいろいろとやっていくのも楽しいと思うよ。ですね。ですね。それでは食べる子たちの様子はここまでにして、次は食べない子たちの様子をご紹介します。大体の子が食べてくれるようになったけど、食べない子たちはこんな風に過ごしています。ちょっと寂しそうだよね。なんとかしてあげたいって思うでしょ。うん、あ、この子もなんか元気なさそうでしょ。うん、そしてこの子もね、確かに寂しそうに見えるよね。だからみんな元気いっぱいで過ごせるようこれからやっていきます。ちょっと工夫してみました。配合飼料をあげるようになって2週間が経ったところで、ほとんど食べない子はどうしようかと考えるようになりました。そこで今年は別にして餌をあげるようにしました。このプリンカップを使って餌をあげていきます。まずは水槽の水を入れていきます。環境が変わってしまうから、せめて温度くらいは合わせてあげたいよね。そうなのよね。そして孵化してからほとんど食べてないので、カメ油のビタミン剤も入れておきます。とりあえず最初は赤虫からあげてみます。1つのカップに1匹ずつ赤虫を入れて、食べたら追加していきます。この6匹の子がどれだけ食べるのか気になるね。うん、みんな食べてくれたらいいのにね。チビちゃん頑張ってね。うん、頑張れ。食べた。やっぱり生き餌は食いつきがいいよね。食べた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 。こんな感じで食べてくれたので、次は違う餌をあげていきます。ビスカスハンバーグは食べるかな。さっきとはまた別の日ですが、この日はビスカスハンバーグをあげてみました。ビスカスハンバーグは大体の子が食べるからね。うん、そうよね。この子たち小さすぎるから、たくさん食べて少しでも大きくなってもらわないとね。ほら頑張って。食べた。やっぱりビスカスハンバーグはすごいね。食べた。食べた。食べた。
全然食べなかった子たちだけど、少しずつ食べるようになってきました。こんな感じでゆっくりだと、ガツガツくる積極的な子には勝てないよね。うん、負けないくらいたくましくならないとね。カメプロスは食べるかな？赤虫とディスカスハンバーグで、全員が食べるようになったので、この日は、配合飼料のカメプロスに挑戦です。カメプロスになると、一気にハードルが上がるんだよね。うん、簡単には食べてくれないからね。あ、食べるんじゃない？食べた、って食べてないわ。で、何やってんのよ。盆踊りじゃない。何よ。あ、あっちの子が食べそうだよ。食べた。え、食べてないでしょ。そうだね。けど、カメプロスに興味を持ってるようには見えるね。うん、食べるんじゃない。あー、やっぱり無理か。結局、カメプロスは、こんなにすぐには食べてくれないのよ。あ、シャキちゃん、食べそうだよ。また無理なような気がするよ。食べた。こんな感じで、今年の赤ちゃんガメたちは、去年までとはちょっと違った方法で、育てるようにしています。ちょっと手間だけど、すべての子が元気いっぱいになってほしいからね。うん、そうよね。まあ、すぐに全員が食べてくれるわけじゃないけど、こんな感じで、根気よくやっていきます。あと、この動画の最後で、今年初めて1匹だけ孵化した、フロリダハコガメのベビーちゃんの様子を紹介しようと思ってたんだけど、長くなったので、次回に回させていただきます。フロリダハコガメとか、ハコガメのベビーたちって、なかなか食べてくれないってことがあるからね。うん、ちょっと苦労したんだけど、その様子も見てもらいたいな。というわけで、今回は今年孵化したキボシちゃんたちの成長の様子と食べない子たちの餌やりの様子をお伝えしました。とりあえず、みんな食べるようになったし、安心だよね。そうよね、ちょっとホッとしたよね。あと、今年は星の大きい子とか、星の多い子とか、いろいろな子がいるから、見ていても楽しいよね。うん、みんな個性的だよね。そうだよね。この子たちの成長の様子は、今後もこのチャンネルで紹介していきますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は、これで終わりです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあ、グッバイ。スクリーン、カモーヌ。最後になりますが、今年もキボシイシガメのベビーの販売を行います。今回の動画に出てきた可愛いキボシイシガメベビーたちをあなたのお家で飼育してみませんか？キボシイシガメは成長しても10センチ程度の小さくて可愛いカメさんです。甲羅も綺麗だし愛嬌があって人によく懐きます。それに小さいから飼育スペースも取りません。興味のある方はぜひ初期初期のホームページを見てくださいね。あと、初期初期のアドレスは、この動画の概要欄に載せていますので、ぜひ見てくださいね。カメさんを飼育してみたいと考えている、そこのあなた、ぜひ、飼育にチャレンジしてみてください。カメさんののんびりした姿は、あなたの毎日の暮らしに、癒しの時間を与えてくれます。あと、今年は、看板犬じゃないけど、看板カメのパスカルも、玄関で歓迎します。寒い時はちゃんと歓迎しないかもしれないけどね。まあそれは仕方ないのよ。そして庭池のカメさんたちもみんなが来るのを待ってます。寒い時はいないけどね。もういいのよ、みんなわかってるんだから。すいません。とにかく見に来るだけでもいいので、よかったらしょっちゅう先に遊びに来てくださいね。というわけで、今年の赤ちゃんガメたちの販売開始の報告でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。